どう？カメラ？これ、これ映ってる？あのさ、そらジローの時の小学生みたいなやつやめてくんない？初めての YouTube、うん、これ撮れてる？てか、そらジローのやつのグソです。はい、ということで今日は何なんですかということですけども、今日は運動デーです、うん、見たらわかるでしょ、このアスリートみたいなさ、うん、焦ってんのよ、こっちは。ほらえ柔らかかまあ、っていうのも僕が結構運動最近気合い入れてて、やってるね。まあ、夫婦でちょっと運動しようみたいな。まあ動くこと好きだからね。っていうのも、まあなんか痩せなきゃいけない理由があるって俺は思ってるんですけど。はい、なんすか。なんすかじゃないじゃんどっちかっていうとその主導権そっちにあるんだけど。どう？そうなの？そう。主導させていただける？主導されてる、ずっとされてるから。私の指示に従っていただけるってこと？従ってんじゃん、ずっと。今年はそうそう、ついに2024年になりまして、結婚もうちょっと4年目、ちょっとでもないけど、私4年目、結婚4年目ということで、ついにウェディングフォトを撮ろうと。来たか。むしろ撮ってなかったんって周りからめちゃめちゃ言われるし、うん、責められた？結婚式もまだしてないの？まあ、でも大丈夫、コロナかぶってたりとかさ、まあ、子供がとかのでいろいろあって、結果何もやってなかったなっていうところある、ね、うん、まあでもそういう人も意外と多かったりするかなとは思うんだけど、うん、やっぱりなんか写真ぐらいは撮っときたよねみたいな、うん、ついにっていう話になって、おい絞るかっていう話だったよね、はいはい、うん、ということで、まあちょこちょこね、お散歩したりとか、まあ、時間ある時は一緒にしたりとかしてるんですけど、今日は運動デーをやるという運びになったということで、はい、じゃあやっていきますか。はい、お腹減ったよね。お腹減ったよ、うん、めっちゃくちゃ軽く食べてから運動して、うん、で面会行ってっていうスケジュールでよかですかね。はいはい、じゃあやっとこうか。はい、ちなみにさ、なんか家うちら別々だけどさ、最近ご飯どうしてる？基本デリバリー。あー、全て出前的な。うん、何食べてんの？おにぎり、おに親子丼、親子丼、そば、そばを3種。いや、たまにあれじゃん、ほら顔マンガイもそこに絡んでくる。そう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 、まあ、なるべくなるべくやっぱ今絞んなきゃいけないから、鶏ね、うん、鶏米ね、カロリーがこう抑えられているやつをなるべく頼むようにして、うん、でジムのトレーナーからは、まあ、親子丼とそばならとか、まあ、顔マンガイとかなら全然大丈夫ですよ、はい、みたいなこと言われて、うん、なるほどね。じゃあもう大体そこを一生やってんだ、ぐる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 。そう、俺は別に、あ、まあ、会食とか抜きね、うん、会食はちょっと無理だから、うん、それはまあ除いて、そうだね、それ以外は全部基本デリバリー系で、うん、もうこと足らせて。なるほど、こと足ってんだ。てか家で料理とかちょっとできないから、やんないもんね、うん、だって意味わかんないところに冷蔵庫入っちゃってるから俺。何だったっけ？キッチンのコンロの前に冷蔵庫ダーンと置いちゃってるんだよ。そなんで？ワインセラーがでかいから。あー、揚げたやつ。そうで、ワインセラーと冷蔵庫の横にもう幅的に入んないから。なるほどね。ワインセラーがもう冷蔵庫が本来あるところにあって。じゃあもうやめたんだ。だからやめた。やめてる。で、まあなんか今日もなんだけどさ、なんか出かけてて戻ってきてこれから行くわけじゃん、うん、意外と時間なかったりとか。ないない、まあ、お子も毎日行くしね、うん、なんだかんだちょっと忙しかったりとかなんで。あとね、ダイエット前の時とかはいつもこれなんですが、じゃんバランス悪っこちらですよ。これね、もともと私すごい使ってましてですね、三つ星ファームのお弁当でございます。三つ星ファーム、グッドミール makes good life。 そりゃそうだわ。そりゃそうだ、食べたものでやっぱ作られるからね。食だからな、結局これさ、しかもさ、いつの時かがちゃんと紙になってサスティになってる。俺これは食べたことないけど、うん、なんか前こういうの冷凍の、冷凍のなんかお弁当食べたことある、頼んだことあるけど、うん、なんかあんまうまくなくて。マジで？やめちゃったんだよ。そう。ちなみに私これもう何度も何度も個人的に頼んでるんですけど、味もめちゃくちゃ種類あるわけよ。なるほどね。だってしかもね、うまそうだもん。1個のカロリーが低いん。確かに。え？ 306？ これはね、しかもタンパク質 20.8。 結構そういうところを計算されてるんですよ。 いいね。さすが目の付けどころがやっぱタンパク質、うん、さすがにねということなんですけども、はい、まあこれ結構いっぱい今家あるんで、はいはい、好きな味選んでもらってちょっと食べて、はいはい、運動しに行きましょう、はい、スキッパラはやっぱちょっとね、腹減った。あれなんで、じゃあ味選んで。はい、キッチンに行くまでのところの、これね、汚いな。
ね、うるさいなこれ洗濯したかったのよ。しかも今日いいお天気だしなんだけど、ちょっと今はもうさっさとまずは出かけたいんで一旦置いとこう。もうこういうのがねやっぱ残っちゃうのよ。レンチンで食べれてうまいですよってことを三つ星ファームは言いたいわけでしょ。そう言ってんので動画を通して言いたいんでしょ。そう言ってんの。それをオブラートに包んでって言ってるでしょ。言っちゃってる。だけど俺は言うよ、これが一番いいんだから。そうチンがいい。あの、ね、帰ってきてね、あの調理するのだるすぎる。めちゃくちゃあるし。さあどれがいいですか。いろんな味あるからちょっと見てみて。濃厚トマトチーズ。ここちなみにこれがお魚さんだとお魚になってるんで分かりやすい。あ、分かりやすい、ね、お肉になってるんで。あのパッケージ見たらパッと分かりますよ。濃厚トマトチーズソースのカニクリームコロッケ。うまそう。本当にいけんのカニクリームコロッケ。いいよ、一個一個それやってたらもう5億年かかるもん。ローストチキンスパイスバターのカレー仕立て。おー、カリー仕立てだわ。チキンですね。いい。あ、これかな。コクとうまみのオニオンソースハンバーグ。俺ハンバーグ好きだから。わ、ハンバーグ。ハンバーグは大体もうあの外れないというか。でもハンバーグって脂質高いんだけど意外と 16.5 だから、うん、しかも310キロカロリー。あ、なかなかいい。全部350キロ以下なんですよ。すごっ。これめっちゃいい。え、だって 2個食って昼夜で食べてこれだけで耐えれれば700いかないってことでしょ。俺これ。あ、早いじゃん。俺これにした、はい、サーモン。うわ、うまそう。うわー、ケイジャンチキン。くー、うわー、エビチリ。いや、カニクリームコロッケもうまそうなんだけど、やみつき鶏天弁当、うまそう。え、あと一口が止まらないチャプチェ。なんやねいいね。うわー、チーズトッポギもうまそうだな。チーズトッポギでも292キロカロリーだから脅威の。うわー、生姜焼きもあるわ。めむずー。うわー、うわー、俺をせかしたわね。トッポギにしよう。今日はじゃあさ、これ食べて頑張って運動しましょう。はい、はい、チンしよう。チンこうやって入れましょう。ね、でチンここに書いてあるから何分かって。確かどっかに500ワットで5分半、600で430秒じゃない。そこです。これからうん、みんな大体同じぐらいっぽい。500、わかる、使い方わかる。おお、早っ。私ね、本当にこれだけは人に誇りたいんだけど、料理しないから電子レンジを押すスピードめっちゃ速い。いいことだよ。特化してる。よし、よし、頑張るぞ。どうもこれで2カロリーぐらい消費したかな。無駄な動きをやってるでしょ。そう、わざと。いただきまーす。嬉しいんだけど、私このチーズトッポギを初めて食べる。美味しそうすぎる。見てん、重そう。チーズとかトッポギなんてカロリー高そうだけど、いいんですか？うまそう。美味しそう。見て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 、みんな美味しそう。いただきます。いただきます。この副菜もあるのもいいよね。あっち、うん、うま。大根うま。うん、うまぴー。美味しいね。うまぴーです。うん、あっ、やっぱさ、今回さ、メインがチーズトッポギでさ、副菜2個入ってんじゃん。自分でさ、家で料理するとしたら一品じゃん。丼とかさ、まあ無理だね。無理だし、やっぱ一人分のご飯作るのの買い物ってめんどいからさ、うん、なんか余って傷ませちゃったりとかね、するから5分チンでさ、もう完結っていうのがさ、うん、やっぱよくない？マジである。なんか自分で作ろうみたいになって、うん、結局でも重いの買いた、重いのを持って、うんうん、家まで帰ってきたくないから、うん、まあ、ちょっと贅沢なんだけど、うん、ネットとかで買ったりとかするけど、うん、量が分かんないからめちゃくちゃなんか届いちゃって結局食べなくて痛むみたいなパターンあるもん。お宅もやりますね。うん、私もある。レトルトでさえたまにあるの。ちなみにハンバーグバカうまだからね。うん、私の経験上鶏肉系とハンバーグ系がやっぱ、うん、いっちゃん人気がある印象あるよ。うまい。でも私本当に三つ星ファーム以外にも、とにかくなんかこういう冷凍宅食出たての頃から結構頼んでて、なんか頼んでた昔から、うん、でもね、やっぱどんどん増えてんのよ。私結構頼んでたんだけど、これ食べたことないし、それもね食べたことない。なんかリニューアルとかも早いし、やっぱコラボとかも結構やってるね。うん、うまっ。そもそも日本の冷凍食品レベルがめちゃめちゃ高い。高いよね、わかる。海外行ったらわかる。本当に。うん、うまっぴー。
うん、マジでうまい、うん、コクあるし自分で作れないもんね、そのクオリティ、うん、これ作れん、まあ、料理好きとかならいいのかもしれないけどね、うん、俺あんま料理作るの不向きだから。何が嫌い？買い物とかさ、いろいろ工程あるけど、え、今日何のレシピにしよっかなって考えるのがもうめんどくさい。わかるわかるわかる、なんか残った材料ととか考えるとさ、うん、ちょ、マジ無理、全然無理、わかる、できない。服とかもそうだから、もう、うん、服とかもなんか、まあ、それが醍醐味やでっていう人ももちろんいるんだけど、選ぶのが楽しい、そう、選ぶのが楽しいっていう人ももちろんいるから、うん、その意見は全然尊重しますけど、うん、俺は毎朝普通に同じ服でいい、うん、わかる、ジョブズでいい、わかるわかるわかる、の究極のあれでいい、ジョブズでいいよね、効率的なあれでいいんだよ、ね、同じさ黒のトップスとパンツを5セットあって洗うみたいなね、うん、だって俺ユニクロで同じ T シャツ5枚とか買うもん、白黒白黒みたいな、うん、ワンシーズンでキツブスみたいな着方するよね、そうそうそう、うん、だからご飯も結構同じで、うん、そうだね、作るのレシピ考えるとちょっと俺めんどいから、決まったものでなおかつカロリー抑えられてるとかだと、もう全然それでいい、うん、やるやん三つ星パン、出た出た出た、その謎の角度のやつ、しかもなんかシェフとかも監修してらっしゃる、じゃないとこんなうまくないもん、うん、多分。ちなみにあのメニュー多いって言ったじゃないですか、多いね、でもね60種類以上あります、マジか、すごいよね、そんなんだ、なので1日さ2個とか食べてもなかなか一周できないよ、確かに、うん、しかもなんですけど、うん、さっきもね、あの冷凍庫で選んでる時チラッと言ったと思うんですけど、うん、原則カロリーがなんと350以下なんですよ、うん、そして糖質 25g 以下、うん、タンパク質 15g 以上です、うん、私ね、消費カロリーが本当に1000あるかなって感じなんですよ、そういうヒューマンなんで、うん、あ、それもね、3食って考えたらさ、1食で取れるカロリー少ないじゃん、普通に運動しなかったら、うん、なんでね、こんだけ低めのカロリーのお弁当ってあんまないから非常に助かる、そうじゃないと、ね、なんかお魚とかしか食べれるのなかったりするんだよね、まあわかる、うん、なんか脂質制限、糖質制限とかって結構、うん、なんかあんじゃん、うん、結局それめんどいわけよ、その計算するの、わかる、正直言ってめんどい、同じもん食べた方がマシだよね、そのめんどくささ、だから要は自分が消費するカロリーより摂取カロリーが下回れば、その余分なカロリー分痩せるってわけじゃん、そう、だからアウトオーバーなのね、だからこれに書いてあるなんか350とかだったらわかんないけど、あ、352個食べて700だから、今日はちょっと運動したら2000、俺だったら1日2300とかなんだよね、そんないっぱい食べていいの？あ、その、まあ、消費カロリーがね、うん、で、だからそんな消費してんの？2倍じゃん、それを動いたとし仮定して、これ2個だったら700だから、まあ痩せるよねっていう、単純にね、方が楽、考えたら昔そういうの計算してやってたけど、もうなんかめんどくさくて、だんだん毎日同じメニューになってくる、結局あと食事の記録とかもちょっとつけにくいんだよね、これ分かる、めんどくさいね、これまあ300以下だと、うん、単純350と計算すればやりやすいもんね、うん、いい、でもなんか食べやすいし、チーズなんてあると思わなかったわ、チーズとかっていいんだっていうイメージもあるね、こういうやっぱさ、なんか韓国料理人気じゃん、うん、和食とか洋食だけじゃなくて、どんどんなんかガパオとかもあった気がする、うん、なかったっけ、なんかそういろいろ限定だったりとかさ、本当にいろんなメニューで、はいや、うさしゃ、うまい、1個で足りちゃう、うん、てか足りる、なんか1個じゃ足りないから、うん、なんかもう1弁当いっちゃわないか心配はしてたんだけど全然足りる、普通に満足感あるわね、結構お腹いっぱい、お餅じゃん、トッポギって確かに、うまかったもあるわ、美味しかった、うまかった、普通に、これもやっぱ捨てれるからさ、うん、あの食器洗いしなくていいっていうのもいいよね、めっちゃ最高、溜まっちゃうのよ、なんか逆にあんまり作んないからこそ、なんかコップと小皿と箸みたいなの3回分みたいなのよく溜まってるね、俺すごいから、あの、うん、自分の家は、うん、茶碗みたいなやつ1個、うん、あの薄い皿、うん、みたいなやつ1個、うん、コップ1セットしか持ってないから、すごい、それ以外は全てデリバリーまたはこういうので対応するって完璧だね、決めてるから完璧だね、行っても皿ないんだ、ないないない、全くないよ、どっちかが茶碗で、うん、どっちかがコップの可能性さえある、そうそうそうそれぐらい俺もうなくしてる、徹底してるね、徹底してなくしてるから、なるほどね、なるほどね、じゃあさ、食べたことし運動しに行きましょうか、はいはい、行こう、うわ珍しいこのシーン、何よ、何なのよ、珍しい、こんなことできるんですね、ねえ、もうちょっとやってんの見たことあるこうやって捨てると、
いや、花正がね、ゴミ箱ひっくり返す時あるから絶対洗ってから人間のものはね、なんかこんぐらいの隙間でもこうやってやってさ、開けてくの。確かにで、ポイラ、はい、終わり。やってきました、皇居です。皇居です。前も走ったね、ここね。うん、今日は散歩ね。今日ちょい早ウォーキングみたいな、うん、ちょっと感じで、はい、運動していければと思います。運動大事。皇居はやっぱ超気持ちいい。気持ちいい。ちょっと暑いぐらいだけど、やばい、風が吹いててちょうどいいかも。めちゃめちゃいい。めっちゃいいね。まだ桜残ってるね。やっぱさすが元江戸城だけあってすごいっすよ、ここは。攻め込めない。攻め込めない。俺ランニングでここ好きな理由は、走ってるまた歩いてるだけで景色が全然変わってくんだよ。わかる。やっぱ5キロあるだけあって、ランニングマシンとかさ、なんか景色変わんないからちょっとさ飽きちゃうんだよね。そうだから、ちょっと俺はここは好きなコースなんですよね、うん、桜残ってるね。八重はちょっと遅い。こっちもでも日陰だったんじゃない。お、綺麗じゃん。綺麗よ。新緑って感じで。よくなんか、なんでここに外国人の人たちがこんなにいるんだろうってなんか言われるんだけど、いや、イギリスで言ってるバッキンガム宮殿と一緒だから、ここさっきそれ言ってたっていうのでみんな納得してくれる。うん、まあそうだよね。でもそういう宮殿みたいなじゃいっぱいあるってことだ。そう、名古屋もさ、シャチホコついてるやつ。確かに。てか城ってやばくない？かっこいい。普通さ、おかしい。どうやったらあんなカーブさ、どうやってあれ積み上げたん？どういう、すごいじゃん。これだってやりすぎじゃん。やりすぎだね、あまりにも、うん、でも非常に気持ちよくて良いですね。なんか歩くってあんまり普段やんないんだけど、やっぱ歩くのが一番痩せるって言うよ。そうね、うんうん、わ、やば、ここの門閉まってるわ。あら、ちょ、ここがね、うん、俺結構好きで、うん、マイナーなとこ好きだね。ここね、ビクトリーロードって呼んでんだよね。勝手に勝手にいや、あの、始めるスタートがやっぱこのさっき撮ったらへんなんだけど、うん、ここが一番心が折れんのよ。なんで？え、なんか長えみたいな。何にもないくて同じだから。何にもなくて同じでまっすぐだから長え。でもここを越えたら勝利へ、勝利のゴールにたどり着けるという意味を込めて俺はビクトリーロードって勝手に呼んでるだけです。勝手に呼んでるだけ。検索しても出てこない。出てこないけどね。でもほら、画面でもわかるけど、めちゃくちゃ今日本当にいい天気なんだわ。ね、日焼け止め全身に久しぶりに塗ったもん今日。で、ここ全部この木がさ、このちょっと先行くと桜だったんだよね。おお、そうだから、すごい綺麗だったの。もうさすがにね、ちょっと先週俺走った時はここ桜だった。すげえ綺麗だった。確かになんか残骸がちょっと残ってて、ほら、あそこにさ、なんかまたちょっと屋敷じゃないけど古いさ、あれ何、あれなんだろうね、わかんない。いいんだよね、景色が。有酸素運動だわ。花マサ連れてくればよかったって毎回思うんだよ。花マサ絶対歩けないからこんな距離、うん、あいつすぐ心折れるからな。ちょ、ワンチャン走っちゃうかも。さよならほら、もう景色がいいのよ。いいね。確かにあそこ全部桜だからさ、満開だったら。もう菜の花ともコラボってんだから、ほら、ね、菜の花ってんだから。かゆかゆかゆ。魚いる？うわあ、めっちゃでっかい子いる。あ、いるね、本当だ。待て。危ない、唇についてないか、歯みたいなやつ。大丈夫。大丈夫。危ない。桜。あ、本当だ。頭むしろ。はい。なんだかんだしてて、もう18時半、そろそろ犬が幼稚園から帰ってくる時間なので、まあそんなの気にしつつ、気になってこれの洗濯もしつつ、さらに持って帰ってきたこのおくるみ洗わなきゃなんだけど、順番的にはこれを先に洗って乾燥機回してる間に私の洗濯をするのがいいと思う。腹減ったから何しよっかな。今日うちら意識高いから昼も夜も食べちゃうよ、三つ星ファームをね。何味にしよっかな。でもカニクリームコロッケも美味しそうだったな。
ハニクリームコロッケも美味しそうだったし、うん、でも韓国料理のシリーズ食べたから、うん、でもハンバーグも美味しそうだったし、悩むな、鶏天。じゃあ夜ご飯も行きますか。行きましょう。いただきます。今日私は鶏天よ。じゃん。これエビマヨ。エビマヨ。え、めっちゃ美味しそう。見て。うまそう。ちょん。エビマヨも結構良くない？エビマヨも美味しそう。いいね。今日めちゃくちゃ体にいいことしてる。いただきます。いただきます。副菜も美味しそうみ。あく。うん。うんふん。マジでさ、副菜とか作んないから。ありがたい。なんか実家感ある、副菜食べると。うん。うんふん。どうですか？うまい。今日はでもさ、お散歩してさ、お散歩っていうか、ウォーキングしてさ、面会行って、今チンしてる間に洗濯機回したり。今帰ってきて、明日のね、お子に持っていくものの準備とかしてさ。で、今日これからまた私は自分の個人の撮影するんだけどさ。俺この後、友達のオフィス行って仕事する。気合入ってんね。まあちょこちょこ出たり入ったりの感じが多いじゃん、うちらって。うん。だからやっぱ助かるね、非常にね。こういうの。一緒に並んで食べることが珍しいけどね。まず。熱そう、やばそう。ここへで言わなくていいし、別に。音入れるか。うん、おいしい。やっぱさ、鶏系ハンバーグは、一番人気なんじゃない、うん、多いもんね。じゃあこれで350以下だから。これ349、うん、マヨでだよ、うん、素晴らしいことよ、うん、これにさ、中入ってる時は玄米とか、うん、おにぎりとかさ、プラスしてあってもいいね。うん、全然食える。だって玄米やって納豆でこれとかだったらもう、うんうん、結構勝ちゲーだから。完璧。それならね、はい、調理しなくていいからさ、お宅の家でもできるんじゃない、うんうん、持って帰るもん。普通に。まあこんな感じでやってればそのうちある程度絞れてくると思うんで、うん、そしたらフォト撮って、いいフォト撮れば、いいフォト撮って、まあいずれ軍歩で、うん、あげれたらなと思うけど、まだちょっと先だよね。うん、超簡単に痩せられないからこの年だと、うん、落ちにくくなるよね。落ちにくくなる、うん、マジで。太りやすいのに、うん、努力、単純に運動が足りないのではと思うけど、うん、でも食事面はこれで整ってるから、うん、いいんじゃない。うん、ぶわやばい、結構お腹いっぱいなんだけど、かなりの。なんだかんだ普通に疲れたっていう。まあまあそれはあるよね、やっぱ日光しっかり浴びるからね。これでソファで転がると寝ちゃうからちょっと立ってるわ、うん、何そのメモモード。というわけで今日はいい一日でしたね、はい、いい一日だった、うん、食べ物的にも運動的にも体にいいことしたなって感じで充実してました。うん、実はここでお知らせなのですが、今回私たちがですね選んだ三つ星ファームのお弁当14食のセットが発売されることになりました。やば、そんなことあんの。やっぱ私あの冷凍のこういうさご飯系はいっぱい食べてきてるから、まあ、どれが美味しいかっていうのはもう分かってんのよ。なるほどね。だから美味しいものを、はい、60個いっぱいある中から選んでやりました、うん、はい、私たちが選んだ軍曹と歩兵×三つ星ファームのコラボキャンペーンがなんと初回51本オフ。すごいね。すごい、51本ってすごいやってんね、半額、うん、しかも1食あたりなんと587円。安いね。もうさ物価も上がってるからコンビニでさお腹いっぱい買おうと思うと結構いくのよ、うん、栄養も考えられてて非常にいいじゃないですか、はい、っていうものです、はい、しかも今回ですね、はい、グンホの14食コラボセット、はい、ご注文された方にはなんと2回目以降もお得でずっと39% オフ適用となります。すごいね。そんなすごいキャンペーンなんですか。うんうん、
いや何まるで三つ星ファームの人みたいな感じで、うん、まあ中の人みたいな感じの感じだけど39%オフだから、ね、すごいね。2回目以降もって大体初回だけだからこういうキャンペーンね。そう素晴らしい。で2回目以降は60種類以上あるメニューの中から好きなメニューが選べる。なるほどね。初回はうちらの選んだ14個でまあいろいろ食べたりしてね。そうなんです。はい、次は好きなのを選んでみてください。 そして、はい、今回特別にデザートのフィナンシェもつけていただきました。それがこれです。見して。私これは食べたことない。なんか洒落たパッケージじゃん。何これ。なんかよく見たら1個あたり糖質 0.5g とか書いてあったり。すごいね 0.5、 うまそうな出たちをしてる。夜更かしフィナンシェだって、うん、何これ。こんな洒落たことになってんの最近は。ほえー、すごいわ。1個 76.7kcal フィナンシェが。普通こんなちっこいのもだいたい200近くしたりするからね。そういうことなんですよ、うん、そして、うん、まあ、このキャンペーン、あの期間限定&数量限定、はい、&初回配送無料。おお、意外とかかるからねクール便はね。初回送料無料でやらせていただいてって、はい、あのちょっと掛け合わさせてもらったんで僕が、はい、嘘です。はい、はい、いやそうだったかなって思ったけどそんな事実はなかった。お見逃しなくということです。お見逃しなくということですね。ただキャンペーン期間決まってるんでちょっとそこだけ注意していただいて、はい、キャンペーン期間は5月27日と、うん、5月27日の日12時、お昼の12時、お昼の12時に終了、はあはあ、してしまうんでこのご機会をお見逃しなく皆さんお見逃しぜひ試していただきたい。このフィナンシェちょっと焼いて食べてみよう。はい、いいじゃないですか。プレーン味ね。そこにも味あるのかな。まあありそう。さすがにちょっと久々ちゃんと見てなかったんで自分のマイページから新しいメニュー一覧見とくわ。また普通に登録してたもん余裕で普通ログインできるのいつでも。まあ今回うちらもさダイエット企画してさフォト撮ってくよっていうことをちらっと今回発表したわけだけどさ、これはグホのチャンネルってまあ若い方から私より上の世代の方いろいろな年代の方見てくれてるんですけど、うん、やっぱりあの同世代の人たちが一番多くて、私たちも結婚式まだです、フォトもまだですとかいうメッセージをよくもらうのよ。子育てだったりね、そういう世代が多いじゃないですか、はい、そういうのでね、忙しくしている人たくさんいると思うので、ぜひ健康的に、そしてちょっとね、こう楽になったらいいかなっていうところで、うん、気になった方はぜひ概要欄に URL 入れておくのでチェックしてみてください。最後まで見てくれてありがとうございました。次回の動画も見てくれような。バイバイ。